はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。今は京都のパート2です。錦に来てます。商店街ですね。はい、食べ歩きしましょう。食べ歩きまぐりましょう。食べ楽しみだね。とりあえず食べ歩き、食べる、食べて食べて食べまくりますか。そう、レナの得意技だね。そう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 、行きますか。食べよう。いや、ここはなんか思ってた以上に涼しくて過ごしやすいね。いつもだったらもっと多分人がいるから。そう、人がいっぱいいるとめちゃくちゃムシッとする。うん、お、ビーフ寿司。おお、ビーフ食べよう。食べる？いいよ、食べたい。近江牛握り何が食べる？だからサーロインか上カルビか。はい、早速一品目、近江牛おにぎりじゃない、おにぎりにぎり。いくらか教えてあげて。1320円です。1個半700円ぐらいします。やば、そんなお寿司食べたことない。だからこれは人生で一番うまいお寿司じゃないとダメだよ。いただきます。うまっ。うん、急いたくない。うん、美味しいですか。うまい。それ俺のだよ。何見てんの。油があるけど油っこくない。でわさびがアクセントだけど、めちゃくちゃ辛いわさびじゃないから超美味しい。だってイカさん切る。あ、ホタテもある。はい。大丈夫かな、今は。もうちょっと見る。レナさん、漬物売ってる。いい感じの漬物。ナスとか、ナスの浅漬け。でも、自分で切らなきゃいけないよ。めんどくさくない？大丈夫？レナが切ってくれるでしょ？ No。ナインって言った。ナインって言った。このお店最高じゃない。これを焼いてくださいって言って焼いてもらえると、うわすごい、ホタテ。え、食べれば。大丈夫。もうちょっと回ってから見ましょうか。はい、抹茶なんかティラミスとか抹茶のカフェとかを食べたい。食後のスイーツだね。そう、食べよう。行きますか。めちゃくちゃいろんなデザートがあるからいい感じ。これはなんか初めて、抹茶ティラミス食べたことない。うわ気持ちいい。ああ見てるだけで気持ちいいんだけど。でもなんか思ってたより難しい。抹茶が来ましたか。上にすってあるから。ああパウダーね、うん、絶対うまいや。うん、うまっ。なんかさ、こういう感じ通りって普通さ、うん、ふわって溶けるじゃん。溶けない。なんか食べ応えがすごいあるんだけどね。なんか思った感じとはちょっと違ったけど、おいしい。うん、実はこのさ、タレがうまいよ。抹茶タレ、抹茶シロップが。日本語下手だね。そうそうそう。あれ今気づいた。いや、もうずっとしてて。うん、うまい。おお、エビ。あ、ここね。はい、美味しいですよ。うわ、すげえ。うわ、うまそう。はい、絶対美味しい。めっちゃうまいじゃん、これ。はい、めっちゃうまいです。ね、見ただけで。どうぞ。めっちゃすごいよ、これ。イエーイ。いただきます。
どうぞ、おいしいですよ、一本しましょうか。うまい。うん。え、プリプリ？プリプリ。ブリンブリンで。ブリンブリンだね。ありがとうございます。ではだね、エビが大好きなレナちゃん。これは天狗かな。お、スズメ売ってる。レナ食べなくていいの？大丈夫。人生経験に大丈夫ですか？まだタカの好きなみたらし団子どこにも見せないけど。あ、そうじゃん、みたらし団子食べてないじゃん。食べなくていい。でももういろいろ食べてるからこうお腹がこう膨らんできてるよ。みたらし団子でしょ。みたらし会だって。そう、だからさっきみたらし団子まだ食べてないと言ったら、ここになんかみたらし、見てこのテカテカのすごい美味しそうなパイ。うん、もうこれ考えたのが天才だった。美味しいものばっかり。そうですね、なんかシロップ、シロップというかみたらしの、うん、わー、うまっ。これを見つけた本に説明して。信長が撃たれたところ。ああ、はい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 。撃たれた。はい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 。ここだったんだ。よかったね、レナ。英語のパンフレット説明書ある、ね。うん。でもレナこういう英語に厳しいからね。あ、でも普通にちゃんとした英語だよ。誰かがちゃんと作った。翻訳がいたね、ちゃんとね。戻ってきました。戻ってきました。あのお土産で家に持って帰ります。ありがとうございます。ありがとうございました。チョコね、はい、すごいね、バナナ専門店ってなかなか行かないよ。よかったらめちゃくちゃ美味しそうなバナナ、チョコバナナ。あれもキラキラやまめた。なんかインスタ映えしそうな。そうそうそう、オッケー、食べます。これ、うん、そう、あのチョコ、ね、チョコめちゃくちゃカリッとしてる。うん、うまい。あの、祭りのチョコバナナよりおいしい。だってバナナ専門店だからね。そうだね。なんて言ったって。いきますか。うん。ありがとうございます。ドイツです。あ、ダンキシェン。ダンキシェン。ダンキシェン。一回錦全部見終わったね。すごいね。一番端っこまで行って、帰って、また戻ってきたね。多分2時間以上いたんじゃない？トータル。ああ、行ったかもしれない。いろいろ食べましたね。でも人が少ないのが錦が倍ぐらい楽しめる。そうだね。これ人いっぱいいるって思うとちょっと辛いね。そう。歩くのも。今ちょうど出たからここにまた錦が見える。書いてあるじゃん。錦。ここで始めた。ここで終わりましょう。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。3日後に次の動画がアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。